疲れ様んさ、チャカポコです。今日はですね、イメージトレーニングの重要性ということについてお話ししていきたいと思います。イメージトレーニングっていうのはもうスポーツの世界じゃ当たり前のように行われてますけども、私はですね、中学高校と陸上競技部で 100m をやってました。 100m というのはずっと日本人がですね、10秒0を切れなかった時代が長いんですよね。ずっと切れなかったんですけど、ここ最近、9秒台で走れる選手が何人か出ましたよね。桐生選手かな、一番最初に9秒台出したのは。あとケンブリッジ飛鳥選手とか、セイコーの山形選手、あとは感覚のあれ誰だっけな、まあ、いろいろいますよ。9秒台1人、9秒台で走ったらポコポコポコっと9秒台で走りましたよね。これは何が起こったかというと、つまり、10秒台でしか9秒台で走れなかった時代っていうのは誰一人走ってないわけですよね、日本人。そうすると自分も走れるかどうかっていうのがね、自分だけ走れるとはなかなかね思えないというか、それがですね、一人走ることによって、9秒台で走ることによって自分にもできるんじゃないかだろうかという意識が働いて9秒台で走れるわけですよ。で、イメージトレーニングっていうのはどういうふうにするかっていうと、自分をですね、自分を騙すんですね。自分はこれだけの能力があると、自分はこれだけの能力ありますよ、高い目標を持ってそこを到達するイメージをこう沸かせるわけなんですよ。人間の意識というのはですね、顕在意識、普通にものを普通に考えたりする意識と、無意識でこういろいろやってる潜在意識というのがあるんですね。顕在意識と潜在意識、これはですね、潜在意識っていうのは本当氷山の一角でちょっとしかないわけです。潜在意識の方がすごい大きいわけですよ。でそれを騙してしまうんですね。そうするとそこに行かないと気持ちが悪くなってくるわけです、だん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 。人間の体っていうのはですね、居心地のいい場所に戻ろうとする力があるんです。これをですね、医学的に言うとホメオスタシスとか言ったりしますけど、体温が36度ぐらいですよね、普通人間、普通の健康な人は。それが風邪ひいたりして38度とか39度に上がると、それを36度に戻そうとする力が働きますよね、自然と人間の体。これがホメオスタシスですよね。要はその自分が一番居心地のいい場所に戻ろうとするわけです。例えばですね、サラリーマンなんかもですね、ちょっと普段やらない仕事を頼まれたり、プレゼンテーションのね、プレゼンテーションはその自分の出番が回ってきたりすると、なんていうか緊張したりしますよね。それは居心地がすごい悪いからなんですよ。自分がその自分の今いる場所からちょっと一歩レベルアップというか、アップするとすごく居心地が悪くて、また元の場所に戻そうとする力が働くと。これがホメオスタシスですよね。でイメージトレーニングっていうのは何をするかっていうと、その高い場所こそが自分の居心地のいい場所だって思い込むことなんですよね。潜在意識の中にそれをこう思い込ませることなんですよ。そうすると自然とですね、もう自分何も考えなくても、いろんな自分の周りのことが、そこが居心地がいいんで、そこになるようにこう変わってくるんですね。ちょっと抽象的すぎますかね。例えばですね、億万長者になりたい人は、もうお金がない時代からすでに自分は億万長者だと思い込むんですね。
これはもうリアルな感覚で思い込まないと潜在意識は騙せませんからね。だから自分は億万長者ですよと、だからもうあの買い物なんかも値札を見ずに買いますよということで、毎日のようにですね唱えてください。億万長者になりたい人はね、唱えて唱えて唱えて、本当に自分は億万長者だと思い込むんですよ。そうすると今度はあの今のその貧乏時代がですね、貧乏な生活が居心地が悪くなってくるんで、だん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 そっちの方に近づいていく、潜在意識がそこに持っていってくれるんですね。これがあのイメージトレーニングで、これはアメリカのコーチングのもう常識になってますね。コーチングっていうのはまず高い目標設定をして、でそれを本当に脳の潜在意識に思い込ませるっていうのが第一歩なんですよね。まあスポーツとそのお金と何が関係あるんだというような話もありますけども、まあ、とりあえずもしこの動画見ててお金持ちになりたい人はやってみてください。自分はお金持ちだとまず思い込むことから始まりますんで、思い込んで潜在意識を騙して、そうすると今の自分が居心地がすごく悪い感じになってくるんで、まあ、なってきませんけど、潜在意識の中ではそういうふうな感じになってくるんですね。そうするといろんなことが変わってくると思いますね、うん、ということで、今日の一言、イメージトレーニングっていうのはスポーツ選手だけじゃなくてですね、普通の皆さんも使い方によってはね非常に有効に働きますよというような話ですかね。じゃあ行ってらっしゃい。